よし、次から行くか。高齢祭だったっけ。なんか、とりあえずお祭りはもう OK なんだよね。お祭りが終わったから次はなんだ。ん？うん。ちょっと待ってな。本当に大変な。レースのどこにあんの？おー、レースそこ。レース一回行くか、じゃあ。他にもレースある？もしかして。他にもレース会場ってあんのかもしれない。あれ、でもここのレースって前やらなかったっけ？あれが全部の敵に勝たなきゃいけないみたいなことなんじゃない？これレースで。倒してみっか？そんな大変じゃないだろう。怪物倒す方が何倍も大変だと思うんだよ。よう、白髪男。はい。誰とやる？口下手マトコか？暴走野郎ハンスか？黒のボグダンか？まあ、順番でいくと、暴走野郎ハンスだろうな。うん、25円。暴走野郎。人生の半分は馬に乗ってきた。すご。あとの半分はポニーに乗ってた。負ける気がしないぞ。いいね。さて、賭け金を出せ。始めるぞ。すごい、その煽り文句。人生の半分はガンダムに乗ってきた。その調子だ。もう半分はポニーに乗ってきた。ちょ、押さないでもらっていい？ビーチャーっていうの？君の馬は。おい、ちょっと待て。くそ。え？何これ？どういうこと？行け！よくこいつは死ななかった今まで。なるほど。あいつはいろいろ仕掛けてくるってこと？どうどうローやられたわ。ウィッチャーは優れた能力を持っているらしいが、そこらの凡人にも勝てないとはな。お前の負けだ。金があるなら再挑戦させてやるよ。もう一回行こうか。ちょっと許せないよ今の。どうするんだ？やるよ。出場し。もしこ。よう、白髪男。誰とやる？暴走野郎ハンスよ。もちろん。暴走野郎。人さ。あったあったあった。来いや。馬に乗れ。でね、俺さっき上がったんだけど、これね、方向はね、しっかりいつでも見れるような感じでしょうがないよ。邪魔。おい、来たー。ふー、うまくいかなかった。やるじゃないか。怪物退治だけじゃなく馬の扱いもお手の物とはな。ありがとう。さあ、賞金だ。また馬を飛ばしたくなったらいつでも来い。やったぜ。他にどうするんだ。じゃあ行くか。ラスト。出場したい。申し込みはいらない。よう、白髪男。さあ、最終戦。口下手マト。もう黒のボグダンだけだな。来いよ。黒のボグダンと競争。黒のボグダン。お前か。頑張ってついてこいよ。さて、賭け金を出せ。もうなんか言ってることが一番まともだな。そしてなんか強者っぽいわ、確かに。ここでスタミナ回復しといて、ここでもう一気の行く。これよ。もうこれが完全に必勝パターン入った。そしてね、道も覚えてるから。道をね、覚えてしまったらもう最後。黒のボグダンだろうが、白のアホダンだから、もう誰でもいい。あ、もうちょっと。やったぜ。やるじゃないか。怪物退治だけじゃなく、馬の扱いもお手の物とはな。余裕だったわ。賞金だ。結果として。また馬を飛ばしたくなったらいつでも来い。結果として、プラマイゼロ。お金的にはプラマイゼロだけど、まあ、とりあえず、馬クリアですね、これで。やったねー。
あ、チケ。これ行くか。依頼。金切り取り。これ行ってみますか。なんか俺、片言だな、ずいぶん今日。すいませんね。なんか、おぼつかなくて。遮眼帯手に入れたって？どれ？ちょ、見してごらんなさい、遮眼帯。これ？持ってないよ、俺もうすでに。持ってるじゃん。あんな。全然新しいことがないな、何も。その調子だ、ローチ。よし。金切り取り。あ、これか。この人か。こんにちは。どうも。どうも。何か？金切り取りとかいう怪物に困っているそうだな。ああ、この辺をうろうろしてんだ。いつもは牛やヤギがさらわれるんだが、最近では人間にも危害を加えてる。怖いな。前の領主に仕えていた狩人のボルゾイが見るに見かねて退治しに出かけたんだよ。ボルゾイ、あいつは手斧を持って野原に入る堀のところで金切り鳥を待ち伏せた。俺たちはそこであいつの死体を見つけた。内臓が撒き散らされた状態でな、拾い集めて墓に納めるのに半日かかったよ。そうか、報酬が少なすぎる。不景気なのはわかるが、もう少し金を出してもらわないと困る。まあ半分、まず半分だな。280ぐらいは。欲をかきすぎだ。もうちょっと負けてくれ。冗談だろ、お前。じゃあこれ340まであんのなんなんて。腹立つわ。270ぐらいすっか、じゃあ。仕方ない。命をかけてくれてるんだから。そりゃそうよ。でもそこ、まずそこ。専門家に任せるべき案件だ。その化け物に詳しい者はいるか？いるんか？ボルゾイの息子のシムが惨劇を目の当たりにしたんだ。だが、怖。ショックを受けてるから、まだ話を聞くのは難しいかもしれん。トラウマになってんだろうな、なるほど。どこにいる？うちにいる。引き取ったんだ。母親はとうの昔に亡くなった。そうなんだ。なんか、悲惨な話だな。こんにちは。いや、あれじゃないよな。あれ、農民って書いてるし。家の裏にいるっぽいね。あれか、シムか。よし。話せるか？ほっといて。落ち着け、ただ話を。あっち行ってよ。お父さん、敵を討ちたいんだよ。お父さんの敵を討ちたい。そのためには相手を知らないと。金切り鳥だよ。知らないの？知らないのよ、それは。聞いたことがない名前でね。どんな外見だったか教えてくれ。かっこいいな。ニワトリみたいだけど、大きくてトカゲみたいな尻尾があった。ファンタスティックビーストしそうだな、こいつ。森の中でルフラーが吠えてたから見に行ったんだ。そしたら父さんが茂みの中でお腹に穴が開いてうめいてたんだ。助けたかった。でもどうすればいいかわからなかった。怖いな。大丈夫だ。おー、魔法がいいようにかかったな。元気でな、坊や。いい魔法だ。なんかちゃんと人助けしてる感じするな、これは。これで金切り鳥も倒してしまえば、シムコも安全、この町の人たちも安全、そして俺もお金が手に入って、ウィンウィンウィンじゃないか。エッチな音が聞こえるわ。行こう。な、どうした？ロチ本気出せ。お前。なんだ。あいつ。筋肉あんは。お前って言われるのが一番気に食わないよね。俺がお前っていう分にはいいんだけど、俺はお前って言われるともうブチ切れるわ。ここから辺が。喧嘩モードが入っちゃう。うわぁ、これか。うわぁ、怖っ。うわぁ、犬
口元が血だらけだ。最後まで戦ったか。なるほど。で、これか、金切り取り。痕跡が不規則だ。おそらく負傷して、ふらついてるんだな。なるほどね。犬と戦って？血。怪物の血だ。怪物なん？あの足の大きさで？うわぁ、怖ぁ。消えたぞ。こっち行って、あー、こっちね。オッケーオッケーオッケー。草の、これは痕跡は洞窟まで続いてる。洞窟、コカトリスか。コカトリス、コカトリスと言いました今。コカトリスってあれだよね。噛むと石にするやつじゃないの。大百科だっけ。メッカ、サキバス、ハーピー。さすがにいないか。いなそう。あー、いるじゃん。コカトリスだー。乳牛用の5頭に加え、3頭の若いオス、メス牛か？メス牛だね。メス牛を待ってた、持ってたんだ。コカトリスってのが現れて、気づいた時には何もない野原に。へぇー。なるほど。これは厳しそうだな。三段爆薬が効く。そしてオイル、飛竜種のオイルにアード。アードなんて何効くんだって。アードって、聞いた試しがないんだけど。とりあえずじゃあ三段。三段使うか、三段。誇りたけ。三段が効くっていうかね。飛竜種のオイルとか俺あったっけ？あるじゃん、飛竜種のオイル。使うか。使っていいんか、これ。所持20とか言ってる。うん、ちょっとセーブしようか。念には念をよ。うわ、ここ、こわー。ちょっと待てよ。したら、最近ね、いい霊薬作ったんですよ、私。暗い中でも目が効くやつあるんよね。どこだっけか。これ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 。あともう一個あって、体力の最大値を上げることできるんだよね。いいじゃない。まず、猫の目を飲んで、満月も飲んと。こいや、コカトリス。音が上から聞こえる。上から聞こえる？うわぁ！びっくりした！爆薬は出てこない。爆薬を使えばいぶり出せるはずだ。爆薬？ここで爆薬使うんか。来たか。他の出口から脱出した。あ、そういうことね。逃げる前に捕まえなければ。オッケー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 。とりあえずちょっとクエン使っておきたい。あそこか。
ハードが効くってさ。いた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 。どこ行くんどこ行くん。ちょっとアードじゃないローチ。もういろいろ間違っちゃう。猫の目だかなんだか終わっちゃった。おいや。オッケー。うわあ！なになになに、いきなり。恐ろしい。いけるいけるいける、落ち着いて。なんかラグあるな、こいつ。いいよ。強い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 。やばいやばいやばい、落ち着いて落ち着いて落ち着いて。ちょっと待ってな、クエここクエここね、しっかり落ち着くことが大切。あー失敗した。怖い、来るぞー、危ない。ここは三段っすか。うぅ、どうしたどうしたどうした。ちょっと待て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 、なんかおかしい、なんかおかしい、バカバカバカ。危ない、下手したら死ぬぞ。あー死ぬ死ぬ、これは死ぬ。オッケーオッケーオッケー、効いてる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 。いやーすんごい無理してる俺、すんごい無理してる。あー食らってる、危ない、落ち着いて。大丈夫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 、オッケー。こいつひどい匂いなんだ。待て待て、落ち着け。ここアートじゃない、クエンなんだよな本当はな。落ち着いて、大丈夫大丈夫大丈夫。オッケー落ち着いてる。ここしっかりガード、ガードというか倒して冷静に。うー強すぎるそれ。どっち逃げればいいんだ。いいの入ってる。うわー、おつけ。ここね、危ない危ない危ない、それナイス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 。あんまりな調子なんだよ。オーケー、くそ危ない、押せて。冷静冷静冷静、私は冷静。危ない、いいよ、いいの入ってる、いいの入ってるよ、いいの入ってる、いいの入ってる。あとはもうね、どんだけ落ち着かれたったさ。ちょっと待って、大丈夫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 、こんなところで負ける俺じゃない。オッケー、これは勝ったんじゃない。くらえ、終わりだ。え、死んでない、嘘でしょ。最後の一撃は切ないな、これ。最後の一撃切ないぞ。さらば。まあこういう勝ち方もありでしょう。まあなんか鳥を落とした、飛ぶ鳥を落とす勢いとはこのこと。コカトリスの卵、ドワーフの斧、やったぜ。あ、一応今首取ったけど、首取るシーンよね。行くぞ。どうも。どうも。何か。何かってことはないだろう。記憶なくなるか。もう怪物に悩むことはない。ありがとう、ウィッチャーの旦那。お礼だ。多くはないが、地獄の沙汰も金次第というからな。そうな。いや、ありがとうだよ。ありがとう。まだ問題が起きたら。まだ金は取っておけ。意味不明だろ。
俺の金だ、すべては。バカが、バカ言うでね。ちなみに、これも近いから行くか。これメリーウィード行くぞ。あー、墓掘り人、なんかあまり関わりたくない職業の人だな。それベイ来たことあったっけ。あらゆる種類の頼れる武器が揃ってるよ。男には鋼の剣に頑丈な棍棒、女には彫刻入りの鉄鋼だ。彫刻入りの鉄鋼欲しい。あ、来たことあるっぽいわ。まず売り物を見せてくれ。売り物を見せてくれ。あ、めっちゃ売ってるわ俺。これ何この斧。斧強っ。防御力貫通プラス100、次のレベルで装備できるようになるわ。補助武器っていうのが、だから鋼の剣の代わり的なことでしょ、つまり。いいんじゃない？これは？気力35。最高級。気力35。どうだったっけ？まあ一回置いといて。これは？ああ、これは違うのか。スケリッジの長剣。買いましょう。石はね、いいや。石は作ることも多分今後ないと思う。うん。こんなもんかな。別になんか制作できるかね。急所用攻撃。急所攻撃用の矢。スケリッジの条件作れるけど、まあもう弱いな、もう弱いわ。次作れるとしたらこれか。鉄があればいいのね。鉄じゃないか、銀か。多分銀だよね、銀だよね。銀のインゴットいくつか作っとこうか。これあー連打しても見ないんだ。いいじゃない。いいじゃない、銀のインゴット絶対使うから。修理もしとこうか。だいぶ修理必要だな。全部修理しときましょう。いいね。壊れてからじゃ遅いからね、こういうのは基本的に。よーし、強化解除、分解。あー、強化とかはしてないなー。あ、強化ってそういうこと、もしかして。なんかさ、前に収録した時にさ、見たんよ、何段階かに強化できるっつって。この穴に入れることを強化っつってんの、もしかして。おい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 、それを言ってんのかい。まあ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 、強化っちゃ強化か。なんか入れたろか。じゃあ欲しがるんだったら入れてやってもいいぞって感じだね。ちなみにどういう剣だっけ俺の。鋼の剣じゃ、いや、銀の剣、銀の剣。銀の剣は、霊気ダメージね。霊気ダメージプラス20。霊気系なんかプラスできるか。引力、気絶、めまい、アドレナリン、炎上、防御貫通、凍結。うん。凍結させようか、じゃあ。10% ぐらいになるよ、これで。凍結くらいです。イエーイ、凍結。これでもう、凍結刀としてできたわ。
こういうこと？クリティカルダメージボーナス。防御、防具の方にもなんかつけてやっか、じゃあ。おぉ、かっこいい、ゲラルト。いい体してる。アード、ヤーデン、アクスイ、クエン、ヤーデン、クエン、アクスイ、イーグニ。まあ、全部いらねえな、正直。クリティカルダメージ、チェックサーズです。めまい。出血させるか、じゃん。いいんじゃない？ OK ですか？ OK ですね。はい、OK です。あ、ちょっと待ってな。もう一つ確認しないねえわ。あー、ローチの蔵最高級にしてもいいね。プラスこれは人型のムーンレイス。あらゆる種類売り物。うん、いいじゃんこれ。売り物。じゃあな。これな、最高級の位にしたわ。もうローチ俺の言うことをもうずっと聞くんじゃない、完全に。おお、蔵が確かにこれかっこよくなった気がする。いい感じな気がする。あ、なんかかっこいい気がするわ、ローチの蔵で。墓掘り人ってのどこだ。危ねえぞ、引くぞ。さあみんな見逃すなよ。勝者にはこの、なんだ。ん、待って、なんか聞こえるな。ボクシングやってるどっかで。おお、なんかやってる、なんかやってる。よし、こんにちは。おい、みんなに何と呼ばれてる。自信のほどはあるぜ。ゲラルトだ、自信はある。よし、じゃあ挑戦してみな。いいのかい、いつでもやれるよ。いや、70円全額かけよ。いつでもやれる、勝負だ。コカトリス倒せんのってとこから始まるわ。ついに大食いクジラに挑むやつが現れたぞ。ここは大食いクジラなんだ。この決闘場で勝負が行われる。相手はあのリビアのゲラルト、別名大土だ。大土？変な異名をついてるな。これが大食いクジラ。戦う前にちょっとだけ時間をくれないか。頼むよ。いいよ。その顔の傷は飾りじゃなさそうだな。でも俺は食うためにやってるだけだ。最近じゃ川で魚を取ることもできない。でもこれで勝てば小麦粉がもらえるんだ。なるほど。哀れに思うなら負けてくれよ。なるほど、無理だわ。わざと負けるつもりはない。勝ちたいなら実力で俺を任せ。そういうことよ。ごめんな。あ、いや、お前マジか。いきなり来る。慈悲はないからな俺には。おお、すげえこれ。戦闘中は、おお、なかなか面白いなこいつ。うわー、なんで。危ねえ、これ普通に負けるぞ。この捨て頃勝負なかなかややこしい。これ画面がややこしい、マジで。おお、この飛び膝、真空飛び膝蹴りからの、うわー、さすがにちょっとムキになった俺今。
予想通りの結末、ウィッチャーの拳がオウムイクジラを叩きのめした。すまんな。新しい王者の誕生に胸が熱くなる。オウムイクジラで思い出したんだけどさ、勝つだけだ。やるなら早い方がいいぞ。でっかいクジラがさ、殴らないでください。オウムイクジラ、何の用だ。あ、勝ちは譲れないが、お前と家族を飢えさせたいわけじゃない。ほら、こんなことがあんのか。そんな、ありがとう。へえ、あ、こういうのができんのね。あ、いいじゃん。これは誰もなんかこう悲しい人がいないというか、いいじゃない、いいじゃない。わあ、てかここすげえ、飯食えるところだ。久しぶり、久しぶりだな、こういうところ。こんにちは。売り、一番最初に来たんかもしれない。おい、なんだあれは。指揮官の角笛。ああ。持ってるけど、まあいいや、買っとこうか。とりあえず、あ、水も買う。これ水は絶対買う。またな。ほら、やっぱりこういうマンドラゴンの果実種みたいなのが結構重要っぽいんだよね。買っといて損ないと思うわ。果実種系があったら、もうだってもう今口が回んないもんね、ギリギリ。いや、今度はチェリーの果実種とかあれば、ねえ、作れるもの増えるわけだから。精霊種オイル。これ使っとくか？精霊種オイル上質。使っといて損ないはず。ここら辺のもんはな、もうほんと作っといて損ないから。オッケーオッケー。ここは変異なんちゃらかんちゃらはいらん。水のエッセンスってなんだろうな。よーし、買い物も。男になりたいの？なりな、なれるなれる。今はそういう時代よ。フロリエルはまだ良くならないんだ。大きくなってから女になる男もいるし、そこら辺はな、俺は寛大だぞ。どれだ、墓掘り人、お前か。仕事の件で来た。困っているようだな。墓が掘り返されたのか。墓掘り人だけならいいが、うん、時折化け物が墓場にやってくる。へえ。新鮮な死体を食ってどっか消えるんだ。へえ。少し前に始まってな。だから日が沈んだら外に出ないで鍵をかけちまおうと思ったんだ。そしたら今度は子供がいなくなって。怖いな。墓地からか。いや、村からだ。へえ。あんな小さい子が一人で行くわけがない。あの夜、すすり泣きのような声を聞いたんだ。外に出て、なるほど、確かめなかったのか。俺はバカじゃない。怪物ならウィッチャーの仕事だろう。バカじゃないな、確かに。報酬について話そう。報酬の話をしよう。まあまず半分、250だな。おい、来い。ほんのちょっとだけ高いが、合意は近そうだぞ。値段交渉ってのは芸術みたいなものだな。なんでさ、これ右側まで行けんのじゃ。マジで意味わかんないんだけど。まあそんなもんだろうな。値段交渉はお手のものでね。もうこっちのセリフだ。あそこに何があるか調べてみよう。 OK。 ボッチリングじゃない、また。すすり泣くバケモン。大体墓場といったらもう俺ボッチリングかヌーレイスか、そう二択になりつつあるけど。わあ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 、狂った犬がいるんだけど。狂ってるなあ、随分。犬が一番怖えって。あー、マジでやばいなこれ。ええな、もう犬マジで一番厄介かもしれん。オッケー、行ったか。まず1体、こうやってね、まず1体ずつ確実に倒す。確実に倒しつつ、俺はダメージを食らいたくないから、オッケーオッケー、やる。
犬ごときが、いやー後ろから後ろから狂った犬が来るぞ。どうした？どう？犬に対して語りかける。このウィッチャーは心優しいからね、基本的に犬とか猫とか馬とかいろんなやつに話しかける。なるほど。グールも犬も子供をさらいはしない。あーそこだな、問題はな。じゃあそれだ問題。グールも人でもなくマンドラゴラじゃないかこれ。マジいいね。掘り返されてるが道具は使っていない。なるほど。道具を使わず掘り返せる生き物がいるってこと。クワで掘ったのか。違うな、あそこに爪痕がある。爪痕があると。爪を持った化け物。爪グールじゃないか、もしかして。ウィッチャーどう？ゲラルトどう？俺の推理。爪グールの仕業じゃない？墓は最近掘り起こされてるな。うるさいよ、俺もしかして。カダベリの匂いは古い。カダベリ熟してる。匂いはどこに続いてる？ああ、匂い追いかけ系か。はいはい。ん？匂い追いかけ系じゃないのか。一応地下見てくるか。入れる？宝箱だ。騎兵隊のズボン。なんで備えられてんだ、こんなものが。まあ、行ってみっか。うお、来た、香り。来た来た来た。たどるぞ、たどるぞ。たどるぞ、たどるぞ。ふらふらしてんなぁ、こいつ。え、降りていいのこれ。あっちっぽいぞ。これは？何これ？爆弾の矢。まあ使わないだろうな、俺は。いや、全然使わないから。まあ、コカトリス戦でかなり活躍してくれたけどね。まあ、言うても。使わないと言うてもね。ちょっと待って、あっち行く前にちょっとそっち見ていきたいな。ほら、なんかいるよこれ。なんかいっぱい落ちてる。馬が死んでる。馬殺しだ。馬殺しがいるぞ。ああ関係なくないですか。関係ないですよね先生。マジで君はさ、すごいでかい。いいよ。まあクマが一番稼ぎがいいんだよね、こいつ。こいつ稼ぎいいのよ、すごい。燃やして、おお、燃やした途端にダメージ食らうか。これはここでクエン出して向かい軍に構えて、かわいそうに。ウィッチャーのゲラルト、別名クマ殺しよ。でこっちじゃないんだよね。ちょっと寄り道したわ。こっちか。登れー。どういう状況今。なんでこいつこんな冷静の、すんごいとこ登った。よしよし。さあ、匂いをたどるぞ。これこれこれ。うわ、ふらふらしてんな。あまり画面動かしたくないんだけど。カメラを。酔うでしょ、だって。あ？うん、ここに住むとは、変な場所を巣に選んだもんだ。道具を使えるだけの知能があるのか。それなりに賢いな。なるほど。また人狼系か。料理をした後、これは人間の大腿骨。それも子供のだ。うわ、子供料理して食いやがったな。魔法陣の中に人間の頭蓋骨がある。
これを使って力を引き出しているんだな。どういうこと？おそらくグレイブハグだ。グレイブハグ？力を引き出した。自信をつけて村をうろつき始めたのか。なんじゃそれ。財物を奪えば墓地に戻らざるを得ない。ああ。始末しよう。なるほど。さぞや腹を立てるだろうな。墓地で待つとするか、日が暮れれば這い出してくるだろう。へえ。グレイブハグ。グレイブハグって何ですか。めっちゃ怖くね。グレイブハグ。もう今はたどないんだろうな。モーンタート、これか。グレイブハグ戦ったことあったわ。へえ。グレイブハグは何よいな。黒い血ヤーデンね。はいはいはい、オッケー、了解した。うぃ、到着。これさっき来たあれだよね。頭蓋骨をどっか置くのか。あ、これか。あ、違うか。これか。来た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 。私の頭蓋骨を喋れるんだ。自分で掘り出せばいいものを。来たな。計画通りだ。こいや。これがモーンタートね。なるほど。ちょっと待ってね。まずクエンだ。クエンでヤーデンの準備しとく。おお、すげえな。これはだからやっといて。ふん。ほら来い、こっちに。おお、かわすね。喋れんの怖いな、逆に。全然入ってくんね、これ。いやで、ちょっとロチ、ロチ、お父さん今仕事中だから。うわ、それな、これ好きだな、マジで。こんなやついたか今まで。すげえ簡単に押し出しちゃうな、これ。来いよ、ほら。おいおい、来い、ほら。いやーで、で、押す、ここから押す。いやー、これかわいそうだな。もう完全ハマってるわ。やるな。あぶね。終わりかな。あー、かわいそうにな。でも怪物は怪物よ。うわー、グロー、えぐー。ラストマン見てるみたいだな。ラストマンの最後の方に出てくる女の子みたいな。アダンティース、かっこよ。アダンティース、使いたい。あ、首刈りのギガ。ドッ。まあ楽な仕事だったな。今日はじゃあ報酬もらってアダンディースでも見て終わりにすっか。やっぱアダンディースを眺める会は必要だからな。うい。うん。うん。仕事の件で来た。それで始末した。墓を掘り起こし、子供をさらったのはグレイブハグだ、うん、そうか。で、子供はどうなった。残念、子供は死んだ。ああ、やっぱり。そりゃな。報酬は。ああ、忘れちゃいない。どうぞ、助けてくれてありがとう。いいんだよ、気をつけてな。
いやいや、いいことした。またなんかいいことし続けてる気がすんな、ここ最近。ウィッチャー好感度ランキングみたいなの もしかしてかなり上の方なんじゃない？え、何しようとしたっけ？あ、何しようとしてた俺今。もう全然思い出せないんだけど。何してた俺今。やばい、記憶がない。あー、そう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 。これよ。アダンディース強え。めっちゃ強いじゃん。プラス28で。凍結確率も上がってる。おい、凍結もう全部使っちゃったんじゃないっけ？これ。くそ。そうと知ってればなあ。まあまあまあ。こういうことがあるからなかなか装備って難しいよな。またな。悪党ばかりだ。あれ？この人ってあれじゃない？息子だけ家に残した。そしたこのうなだれてる人はあれだよ、このセクシー女優はあれだよね、フィアンセが殺されちゃった人だ。かわいそうに、かわいそうなところで、また次回お疲れ様でした。